東京支部の小林彦です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。そして愛知支部の、106回生の長澤彩です。よろしくお願いします。今日はよろしくお願いします。小林選手、先ほど松坂にご到着ということで、はい、朝一で来ました。初めての松坂どうですか？ちょっと今場内歩いてみて雰囲気とか。そうですね、やはり、まあ、皆さんにあったかい声をかけていただいて、本当に嬉しいです。やっぱりこう直接のお声というのは力にも。そうですね、はい、なります。ちなみに今着いたばかりということで聞くのはあれですが、まだ美味しいものは。そうですね、唯一食べたのは近鉄の方を降りて、はい、左にあるコーヒー屋さんでナポリタンを、はい、あ、ナポリタン、はい、じゃあお肉はまた終わってからゆっくり、はい、帰りにいっぱい食べて帰ると思います。なんかこうお土産もたくさん、もう東京と埼玉の先輩から買ってこいって言われてるんで、はいはい、ちょっと長澤さんからちょっと肉の匂いがするんですけど、ね、なんかちょっとね、しぶりの匂いがするんですけど、もしかしてすでにもう食べてきました。どちらに？一生日に有名店ですけど、結構がっつり食べるんですか？そうですね、やっぱりご飯が好きなので、はい、しっかりめに結構食べちゃいますね。あ、なるほど、やっぱり体力がね大事ですから、ね、はい、そうです。そして後ろにじゃーん、ポスターが、新しくなったポスターが貼られてるんですけれども、ここ松坂で夏に初めてガールズ競輪が開催ということで、今日は PR を兼ねてお二人にお越しいただきました。小林選手、2012年にデビューしてからもう間もなく2年となりますけれども、はい、ここまでというのはいかがですか？そうですね、もう本当一言言うとあっという間でしたね、はい、こう常にねデビューしてから結果が求められる立場にいると思うんですが、そのあたりというのは、まあ、去年は本当に成績を落としてしまってグランプリも取れなかったんで、もう今年は本当に岸和田のグランプリ目指して、おい、気持ちよく頑張ります大きいご声を、はい、しっかり乗れるように頑張りたいと思います。私久しぶりにお近くで見たんですけど、ちょっとがっちりされました？だいぶ、そうですね、ウェイトトレーニングとかも入れながら、また体がどんどん大きくなって、うん、入るジーパンもなくなってそろそろ新幹線も2席分取らなきゃいけないと思ってるんですよ。あ、そうか、グリーンで。あ、グリーンの方ですね。ということで、今特に、まあ、筋力トレーニングも加えてということだったんですが、どのあたりこう重視した練習というか、普段は。そうですね、まあ、街道をやって、バンク乗って、まあ、体幹トレーニングは曖昧に入れながらやってるんですけど。なるほど、なるほど。はい、でも、そのトレーニングがレースとして結果に出てくると。そうですね、やっぱ体幹トレーニング取り入れてからは、すごい成績が一気に上がったかなっていうのは。はい、あります。男性の選手でもやっぱり体幹気にする選手多いですもんね。そうですね、はい、はい、そして長澤選手ですが、はい、106期生ということでデビューおめでとうございました。ありがとうございます。デビュー戦のご報告をお願いいたします。報告ですか？はい、向こうまで3日間ありましたけれども、向こうもどこですか？3日間振り返られてご自身ではいかがでした？初日は冷静にレースができなかったので、そういう面ではちょっと後悔している部分があるんですけど、はい、2日目になんとか一勝できたので良かったと思います。ね、やっぱり、はい、そうですね、でもやっぱり決勝では全然見せ場がなかったので、次2戦目は名古屋なんですけど、頑張ってきたと思います。はい、ありがとうございます。デビュー1戦目ってやっぱり緊張されました？最初は全然緊張してなかったんですけど、レース前、1日目のレース前はやっぱりちょっと緊張した感じはありましたね。小林選手覚えてます？2年前のデビュー戦。わー、自分あんまり緊張しないタイプなんで結構ワクワクしてた感じ。あ、逆にね、はい、あ、なるほど。このお二人共通点を見つけまして、初という共通点がありまして、ガールズ競輪が2012年に始まって102期生として、まあ、1期生として最初に勝利を挙げた選手が小林理子選手、そして今年106期生デビューしまして最初に勝利を挙げた選手長澤選手ということで、なんか共にめでたいですね。そうですね、何かこう演技がいいかもしれませんので、皆さん今日じっくりお話聞いていただいてそして長澤選手なんですが、こう今ね見た目私服で今日お越しいただきまして、ご覧いただいてちょっとおしゃれだなっていう匂いがすると思うんですが、前職がちょっと意外なところで教えていただいていいですか？美容師やってました。
美容師さんからこうどうして競輪選手に、小林選手もちょっとびっくりしてますね。どうしてこう競輪を目指そうかなと思われたんですか。自転車が好きになって、自転車周りに乗ってる友達が多くて、はい、でそれでそれに巻き込んでなんか、まあ、一緒にサイクリングしたりだとかそういうのをしてるうちにちょっと本気モードになってきてしまって、はい、で小学校から10年間ぐらいバレーボールずっとやってたんですけど、やっぱりスポーツがやっぱり楽しいなっていうふうに思って、でそれでそういうガールズ競輪やるっていうのを聞いて、あいいんじゃないかなと思って、今しかできないかなと思って、若いうちに。本当ね、初めてこう自転車本格的に取り組んだのはいつ頃だったんですか。1年ちょっとぐらいですかね。本気にというか、まあ、ロードを走りに行ったりとか、まあ、まだ市場に見てはなかった時も結構その周りの友達と一緒にとか京都まで行こうとか。かなりな距離ですね。そうですね、結構長距離が好きだったので行ったりとかして、はい、バイバイ。やっぱガールズ選手は変わり者が多いですよね。ガールズ、皆さんすごく個性的で、なかなかこうバンクの中で走りだけだと分からない部分が、特徴が分かるので非常に面白いと思うんですが、じゃあそこからそんなにこう何年もかかってというよりは、あっという間にこう入学されて選手になった感じですか。実は2期生で適正で受けてるんですよ。あ、そうだったんですか。でその時は滑って、でそれで3期生の時に技能の方で受けて、でなんとか通りました。なるほど。学校生活どうでした。はい、結構訓練も厳しかったんですけど、106回生結構みんなすごい仲いいし面白いし、やっぱり個性豊かなんでなんで楽しかったっていういい思い出の方が自分的には多いですね。あ、なるほど、はい、小林選手は学校生活すごくね注目される1期生だったわけですけど。そうですね、聞かれるなと思ったんですけど、うん、覚えてます。もうご飯が苦痛でした。どうしてですか。もうなんていうんですか、油抜きされた肉と野菜ばっかと、うん、もうあれが苦痛でした。イメージ的にはもっとこってりしたものが出ると思ったんですけど、あっさり系の食事なんですか。はい、健康的な感じですよね。なんか肉に油が乗ってない、はい、そう、一生瓶じゃない感じ。一生瓶じゃない感じ。一生瓶じゃない感じ。でも1期生の時から、はい、2期生の時にまた良くなって、3期生でさらに良くなって、でどんどんご飯の質が上がってるらしいんで。じゃあ長澤選手あたりはかなりいいものを召し上げて。美味しかったです。結構本当ですか。多分1期生誰に聞いてもそんなこと言うこと言う人いないと思います。なるほど。じゃあ逆によく言われるのが、今ね活躍する加瀬選手なんかは競輪学校出た時に痩せて帰ってきたってよく言われてたんですけど、はい、そのぐらい本当にいやもうお野菜中心でかなり、はい、自分もマイナス十何キロだろうって感じですね。そんなにですか。はいはい、かなり写真見ていただけたら分かるかもしれないですけど、うん、でも今がねものすごくがっちり。それちょっと遠回しデブって言ってますか。え、違う、言ってない言ってない言ってない。すごく競輪選手の体型というか。そうですね、もうこれで銭湯とか行くともう何度見されてるんだろうって感じです。やっぱ日焼けとかもあるんで。そうですよね、ちょうどレーサーパンチの後、はい、見られないですか。見られます。うちも太ももは多分負けてないと思うんで、だいぶ太いんで、ちょっとごまかしちゃって、ごまかせるんで、太いパンツで今日はね、見事なおみ足が披露できませんけれども、はい、さあそしてこの後ですけど、まだ今年始まったばかりですけれども、目標は小林選手どこに置いていきましょう。そうですね、とりあえず砦のガールズコレクションに出場が決まったので、そこで優勝をして岸和田のガールズグランプリに出れるように頑張りたいと思います。初代グランプリ覇者ですからね。そうですね、ちょっと今年こそは出たいですね。取れるように頑張りたいと思います、はい、そして長澤選手はデビュー戦まだ終えたばかりということですけれども、はいはい、こう長いスパンで見て目標を含めてどんな選手になっていきたいですか。そうですね、やっぱりグランプリで優勝するような選手をやっぱり目指してるんですけど、今の時点だとやっぱり早く優勝ができるように頑張っていきたいと思ってます。では改めましてご来場の皆様に一言ご挨拶お願いします。本日はご来場ありがとうございます。この後テレビでしたか。この辺りうろちょろしてるんで、ぜひ皆さん声かけてください。ありがとうございました。はい、小林選手でした。長澤選手もお願いします。しっかりと力をつけて、いいレースが見せれるように頑張っていきますので、応援よろしくお願いします。本日はありがとうございました。改めまして、選手に大きな拍手をお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。